じゃーん。まず巣板にナイフで切れ目を入れます。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。ここに昨日採蜜した最上段の重箱があります。じゃーん。今日はここから蜂蜜を取りたいと思います。週末予報チャンネル。この容器は食品用の大型のタッパーで密閉できるようになっています。中には高さが約10センチのステンレス製の台があり、その上に重箱が置かれています。この重箱はもともと巣箱の一番上にあったものです。ニホンミツバチは上から蜂蜜を貯めていくので、一番上には蜂蜜だけが溜まっています。ここから蜂蜜を取り出していきます。ちなみにニホンミツバチの蜂蜜には幼虫が混ざっていると思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、それは飼育している巣箱や方法の問題です。この重箱式巣箱で飼育していて、巣がしっかりと大きくなってから採蜜をすれば幼虫が混ざることはありません。週末予報チャンネル。中心の部分と端の部分で色が違いますね。こんな風になっているのは少し珍しいです。この蜂蜜は6月下旬に採取しているのですが、春先の蜂蜜はこの辺りのように色が薄い傾向にあります。この濃い部分は去年の蜂蜜かもしれませんね。時期が違うということは蜂蜜の元の花の種類も違います。蜂蜜の味は花の種類によって驚くほど変わります。ちょっと味見をしたいと思います。ではまずこの薄い部分からいただきたいと思います。それではいただきます。すごく甘いのですが、かなりあっさりしていますね。癖のない味です。茶色い部分を食べてみたいと思います。それではいただきます。薄い方に比べると少し濃い味がするような気がします。一般的に色が濃い蜂蜜は濃厚な味で、色が薄いのはすっきりとした味わいであることが多いです。つまみ食いが終わったところで本題に入りたいと思います。蜂蜜の採取というと遠心分離機で蜂蜜を取るイメージが強いかもしれませんが、こちらの重箱式巣箱では遠心分離機は使いません。巣を潰して蜂蜜を取ります。まず巣板にナイフで切れ目を入れます。一つの巣板に対して2箇所切れ目を入れます。ミツバチの巣は巣板に対して両側に巣棒が作られています。この巣棒の中に蜂蜜が溜まっているので、巣棒の真ん中に切れ目を入れてあげると蜂蜜が垂れてきます。それでは実際にやってみたいと思います。ここがちょうど巣板の真ん中ですね。でここに対して巣棒が左右に分かれているので、巣棒の真ん中に切れ目を入れます。はい、こんな感じです。後で裏返してまた切れ目を入れるので、そんなに深く入れなくても大丈夫です。ではどんどんやっていきます。
片面が終わりました。裏側も同じように切れ目を入れるのでひっくり返したいと思います。中に蜂蜜がパンパンに溜まった重箱はかなり重たいので、女性が一人で持ち上げてひっくり返すのはかなり厳しいと思います。なので黒子さんをお呼びしましょう。ではこちら側も同じように切れ目を入れていきます。すごい綺麗な断面ですね。たまにこうやってスボウが欠けちゃったりしますが、まあその辺は気にせず進めましょう。これで切れ目を入れる作業は終了しました。このまま放置しておくと、この重箱の中にだいたい5キロぐらいの蜂蜜が入っているのですが、そのうちの 70%、だいたい 3.5 キロくらいの蜂蜜が垂れ落ちてきます。蜂の巣の穴はわずかに上向きになっているので、もともと上側だった方が下側になることで蜜が垂れてきやすいです。それではこのまま一晩放置したいと思います。はい、あれから1日経ちました。ちょっと開けてみます。上から見るとまだ少し蜂蜜が残ってそうな感じがしますね。でもすごいいっぱい取れましたね。2センチぐらい溜まりましたね。もう垂れている蜂蜜もないので、これで垂れる分はできたと思います。では垂れ蜜で取れた蜂蜜の量を測ってみたいと思います。4.28キロ、このタッパーの重さが 1.2 キロだそうなので、3キロぐらいは取れましたね。これで垂れ蜜の採取は完了です。垂れ蜜では全体の 70% くらいしか蜂蜜が取れないため、この後は重箱から巣を取り出して巣を押しつぶして蜂蜜を取ります。それはまた次回の動画でやりたいと思います。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本ミツバチの主に飼育や捕獲について発信しています。これからもいろいろな動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録やいいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。